どうも、フリーマンこと長谷川です。今回ですね、日本学術会議と中国の千人計画という話です。オチとしては、任命拒否された会員候補の方たちは日本のお金でスパイ活動をしているというところなんです。ここ数日、日本学術会議の話が随分出てきています。ツイッターなどを見ていると、随分とお困りの方たちが騒いでいるので、いつものように自分は様子を見ていました。そこで出てくる情報を整理していくと、これは確かにお困りの方たちが騒ぐのがよくわかる案件だなと思いました。その本題の前に、そもそも日本学術会議というのはどういう組織なのかというと、1949年1月に設立された内閣府の特別機関の一つで、科学関係の機関になります。主な仕事として、1、科学に関する重要事項を審査・実現、2、科学に関する研究の連絡・能率向上、この2つになります。さらに役割は4つあって、1、政府に対する政策提言、2、国際的な活動、3、科学者間ネットワークの構築、4、科学の役割についての世論啓発ということになります。この組織に関しては年間予算が10億円、210人の会員と約2000人の連携会員によって構成されています。会員の任期は6年で、3年ごとに約半数が入れ替わり、再任は基本的にされません。この組織に関して今回はお困りの方たちが騒いでいるんですが、何が問題なのかというところなんです。それは、日本学術会議が推薦した6人の新会員候補が菅総理によって任命拒否されたという報道がなされていることなんです。特に朝日新聞や琉球新報が随分と声を上げているので、自分としてはこれは何やら必死だなぁと思いました。そこから実際にその新会員候補を調べてみたら、随分とやらかした方たちだというのが分かりました。どういう方たちかというと、1人目が芦名貞道京都大教授です。この芦名教授は安全保障関連法に反対する学者の会や、安保法制に反対する自由と平和のための兄弟有志の会の賛同者なんです。2人目は宇野重則東大社会科学研究所教授です。宇野教授は憲法学者らで作る立憲デモクラシーの会の呼びかけ人です。また2013年12月に成立した特定秘密保護法について、民主主義の基盤そのものを危うくしかねないと批判しました。3人目は岡田正則早稲田大大学院法務研究科教授です。岡田教授は安全保障関連法案の廃止を求める早稲田大学有志の会の呼びかけ人です。2018年には沖縄県名護市辺野古の米軍基地建設問題をめぐって政府対応に抗議する声明を発表しました。4人目が小沢隆一東京慈恵会医科大教授です。小沢教授は安全保障関連法に反対する学者の会の賛同者です。小沢教授はまた安保関連法案について2015年7月衆院特別委員会の中央公聴会で野党推薦人の公述人として出席、廃案を求めました。5人目は加藤陽子東京大大学院人文社会系研究科教授です。加藤教授は立憲デモクラシーの会の呼びかけ人になります。加藤教授は改憲や特定秘密保護法などに反対の立場で、内閣府公文書管理委員会の委員です。現在は国立国交所管の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議の委員を務めています。最後の6人目が松宮隆明立命館大大学院法務研究科教授です。松宮教授は犯罪を計画段階から処罰するテロ等準備罪の法案について2017年6月参院法務委員会の参考人質疑で戦後最悪の治安立法となるなどと批判しました。松宮教授はまた京都新聞に対し、とんでもないところに手を出してきたなこの政権はと思ったとインタビューに答えたんです。
このようになかなか強烈な面々になります。これは自分としても任命拒否されて当然だなと思うんですが、そのうちの松宮孝明教授が2020年10月2日の BSTBS の報道1930に生出演して、日本学術会議に手を出すと内閣が倒れる危険がありますよ、なので政権は撤回するなり早く手を打った方がいいですよ、これは政権のために申し上げておきますと恫喝をしたんです。これを受けてお困りの方たちが現在署名サイトのチェンジオーグで菅首相に日本学術会議会員任命拒否の撤回を求めますという署名活動をしています。ところが今回の菅首相の任命拒否というのは法律にのっとった正当な行為なんです。実は日本学術会議には日本学術会議法という組織に関する法律があります。そして任命に関しても第7条にちゃんと書いてあるんです。どういう文章なのかというと、第7条の2、会員は第17条の規定による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命するというものになっています。したがってこれは法律に基づいたちゃんとした手続きだということがわかります。さらに安倍政権の2016年も同じように会員候補の任命拒否が行われた前例もあります。ですからこの点においても何の問題もないんです。今回の会員任命拒否に関しては自民党の甘利明議員の2020年8月6日の国会リポートにこんなことが書いてあります。日本学術会議は防衛省予算を使った研究開発には参加を禁じていますが、中国の外国人研究者ヘッドハンティングプランである千人計画には積極的に協力しています。他国の研究者を高額な年俸、報道によれば生活費と合わせ年収8000万で招聘し、研究者の経験知識を含めた研究成果を全て吐き出させるプランで、その外国人研究者の本国のラボまでそっくり再現させているようです。そして研究者には千人計画への参加を原費にすることを条件付けています。中国はかつての研究の軍民共同から現在の軍民融合へと関係を深化させています。つまり民間学者の研究は人民解放軍の軍事研究と一体であるという宣言です。軍事研究には組みしないという学術会議の方針は一国二制度なんでしょうか。これはとんでもないことなんです。この千人計画というのはどういうものかというと、中国の内閣にあたる中華人民共和国国務院が2008年に作った計画制度なんです。具体的にどういうものかというと、優秀な中国国内の人材や外国人を集めて中国の技術を発展させることが目的の計画です。しかし今の米中対立の時代にこの千人計画に関わる人材を採用するのは非常に危険なことです。このあたりは自分の以前の動画で話したように、日本も含めた西側諸国は中国とのデカップリング、日本語で分離を進めています。そんな中で中国と関わりのある人材を日本学術会議の会員に任命したらどうなるかというと、1、日本の技術が中国に盗まれる、2、アメリカから日本が制裁対象になるという事態になります。最近は腰の重い経団連もようやく年内をめどに企業の機密情報の流出を防ぐための指針を政府と協調して作る流れになっています。経団連でもこれなので、今回の件は日本にとって当然のリスク回避だと言えるし、任命拒否された会員候補の方たちは日本のお金でスパイ活動をしているとも見えてしまうんです。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。